バンバンクラブ真実の戦場マイナスは2010年のカナダ南アフリカの電気映画。監督はスティーブン・シルバー。出演はライアン・フィリップとテイラー・キッチュなど。1990年代初頭の南アフリカ共和国で活動した4人の戦場カメラマングループ、バンバンクラブのメンバーのうち、生還したグレッグ・マリノビッチとジョアン・シルバの2人が自分たちの体験を記したザバン。 バンクラブ、スナップショッツフロム、エイヒドゥンウォーを原作としている。2010年9月15日に、トロント国際映画祭で、ワールドプレミアが行われた。アパルトヘイト末期の南アフリカ。事態は単純な白人支配から黒人同士の部族間紛争へと移行していっていた。グレッグや、ケビンら外国人のカメラマンたち、バンバンクラブが、 戦場を溶かした南アフリカを取材していくうちに、その闇に飲まれていく。ロッテントマトズによれば、48件の評論の、内高評価は48%に当たる23件で、平均点は10点満点中5.8点となっている。メタクレティックによれば、15件の評論のうち、高評価は2件、賛否混在は12件、低評価は1件で、 平均点は100点満点中48点となっている。ありがとうございます。